サッカー選手の選手生命は短く、そのピークは20代後半と言われています。十分に体が動く年齢で、かつプロとしてそれなりの経験を積んだ頃が最も選手として脂が乗った時期と言えるでしょう。しかし時にそんな経験値を圧倒的なセンスで凌駕し、若くからトップクラスの実力を見せつける選手が現れます。今回は若くから日本代表の主力として活躍してきた選手たちを紹介します。様々な最年少記録も紹介していきますので、最後まで楽しんでください。市川大輔は当時サッカー王国として名を馳せた静岡県出身のサイドバックです。高校2年生の3月に清水エスパルスユースからトップチームに昇格し、1998年になんと17歳の若さで J リーグデビュー。そのわずか10日後、韓国代表の親善試合ではプロとしてわずか3試合しか出場したことのない市川が日本代表のスタメンとしてピッチに立ちます。17歳と322日での若さでの代表デビューは、20年以上経った今でも破られていない日本代表最年少出場記録です。ここまで実績のない選手の抜擢は、日本代表として初出場となるフランスワールドカップに向けた話題作りというのも否めないとは思いますが、それでもこの若さで代表に選ばれるポテンシャルは確かなものがあったのでしょう。実際にそのワールドカップ直前の合宿の参加者25名には市川も選出され、欧州遠征に帯同を。メンバーが22名に絞られる中で、外れるのは数、三浦和という岡田武史監督の超有名な発言が飛び出した記者会見で、キングカズ、北澤剛とともに惜しくも代表から外れることになります。その後オーバートレーニング症候群を発症し、長らく代表から遠ざかりますが、2002年に22歳で代表復帰。今度は見事ワールドカップのメンバー入りを果たし、日本代表初の決勝トーナメント進出に貢献したのでした。ちなみに日韓ワールドカップ以降、代表から遠ざかることになった市川の代表キャップ数はわずか10試合。そのうち1試合が日韓戦での衝撃の最年少デビュー戦。3試合がワールドカップの舞台と、数限られた出場機会は重要な意味を持つ試合が多かったようです。ここまで少ない試合数の中で、密度の濃い代表生活を送った選手はなかなかいないでしょう。非常に珍しい経歴ですね。言わずと知れた日本が誇る天才プレーヤー。日本史上最高の選手に彼の名前を挙げる人も多いことでしょう。幼い頃から年代別の代表に名を連ね、共にプレーした選手たちは口を揃えて彼のことを天才と称するほどに圧倒的なサッカーセンスを持ち合わせていました。そんな小野の A 代表デビューは1998年、小野が18歳の時のこと。高卒1年目でプロデビューからわずか3試合の出場で、市川と同じく韓国戦に出場し、代表デビューを果たします。さらに同年のフランスワールドカップのメンバーに18歳の若さで驚きの選出。日本代表の7度のワールドカップの歴史の中で、10代でメンバー入りしたのはこれまで小野ただ一人です。もちろんこれも話題作りや将来性を加味しての選出ではあるのでしょうが、プロデビューからわずか3ヶ月に満たない期間でワールドカップのメンバー入りを果たしたことから、当時いかに期待されていたかがよくわかります。ワールドカップ後も翌年には現在の U20 ワールドカップにあたるワールドユースで、同じく1979年生まれの稲本潤一、遠藤康人、高原直弘ら黄金世代の一員として戦い準優勝。クラブでも2001年にオランダのフェイエノールドに移籍して海外デビューを果たすと、翌年には現ヨーロッパリーグであるウェファカップで優勝。さらには1998年、2000年、2006年と3度ワールドカップに出場するなど、天才の名に恥じない経歴を歩みます。ヨーロッパの名選手たちからもその実力を認められた小野でしたが、若いうちから多くの試合で酷使したせいか、あるいは上手すぎるあまり必要なマークを受けてか、とにかく怪我に泣かされました。もし数々の大怪我を経ることなくフル稼働で活躍できていたら、どれほどのところまで到達できたのか。スポーツの世界にたらればは禁物ですが、どうしてもそう考えさせられてしまうほどの逸材です。そんな小野はデビューから25年、43歳となった今でも現役です。所属する北海道コンサドーレ札幌の YouTube チャンネルに時々登場しては、若い頃から天才の名を欲しいままにしてきた卓越したテクニックを見せてくれています。ボールが足に吸い付くようなトラップに磁石でもついてんのか、これはエロすぎる、試合で使えるトラップとネットでも驚きの声が。現役 J リーガーたちも度肝を抜くレベルですので、ぜひチェックしてみてください。日本歴代最強のゴールキーパーとの声も名高い川口ですが、初めて日の丸を背負って戦ったのは1994年、当時18歳の時のこと。アンダー世代の日本代表のメンバーとして招集され、その後1996年アトランタ五輪の代表メンバーにも選ばれると、
本番でも日本のゴールを守ります。その五輪ではジーダ、ロベルト・カルロス、リバウド、ベベット、ロナウドとあまりにも豪華すぎるメンツを揃えたブラジル代表と対戦し、1対0で勝利する大金星。後にマイアミの奇跡と呼ばれるこの試合でブラジル代表のシュートを神セーブしまくり、日本の勝利の立役者となったのです。そんな活躍を買われて、川口は大会終了後すぐに A 代表に選出。初出場を果たしたのはその約半年後、1997年2月のことですが、この時なんとまだ21歳。そのまま代表の正守護神に定着し、フランスワールドカップのアジア予選、さらには本大会でもスタメンで出場を果たします。日本代表はワールドカップ初出場ながら、若干22歳の川口を正守護神に据える大胆采配。この年齢はワールドカップに出場した日本代表歴代ゴールキーパーの中では最年少です。経験がものを言うゴールキーパーというポジションにおいて、この年齢で大舞台で正守護神を任されるのはすごすぎます。若くして正守護神となった川口が、このまま長らく日本代表のゴールマウスを守ると思われましたが、皆さんご存知の通り、あのライバルの存在があり、そう簡単にはいきませんでした。フランスワールドカップで川口の控えゴールキーパーを務めていた1歳年下の奈良崎聖剛です。同年代のライバルと切磋琢磨し、ハイレベルすぎる正守護神争いを展開。奈良崎が怪我で招集されなかった2000年のアジアカップを除いた1998年ワールドカップから2010年ワールドカップまでの全ての主要国際大会で、ゴールキーパー枠の3分の2を川口と奈良崎が埋め続けたのです。2人の最強守護神は2010年ワールドカップ直前に、土壇場で川島が奈良崎からポジションを奪うまで10年以上しのぎを削り続けました。20代前半と若い頃から日本代表の正守護神争いを続けていたなんてヤバすぎですね。余談ですが、日本代表のゴールキーパーの歴史としては、川口奈良崎の二強時代の後、川島の時代が8年近く続き、その後2022年ワールドカップまでは権田の時代が到来。これまで7度のワールドカップに出場してきた日本代表ですが、ゴールマウスを守ってきたのはこの4人だけです。そんな正守護神争いですが、現在はシュミット・ダニエル、中村浩介、大迫圭介が横一線、川島、権田もまだ現役ですし、下の世代にはマンチェスター・ユナイテッドも注目する逸材、鈴木財音らも控えています。次のワールドカップは誰が日本のゴールマウスを守るのか、今後の日本代表のゴールキーパー争いも目が離せませんね。皆さんが日本代表で見たいゴールキーパーがいれば、ぜひコメント欄で教えてください。 U23 代表メンバーとして五輪代表に選ばれた選手が、その後の A 代表で主力に定着していくという流れは非常に多いパターンです。特に2008年の北京五輪代表メンバーは、吉田麻也、長友佑都、本田圭佑、岡崎慎司など、五輪後に日本代表に長らく君臨することになる選手を多く輩出しています。そのメンバーの中には、その才能を早くから買われ、五輪本番の時点ですでに A 代表の主力として活躍していた選手がいました。それが内田篤人です。2006年に名門鹿島アントラーズに入団すると、クラブ史上初の高卒ルーキースタメン出場を果たします。何よりもまず勝ちが求められる上昇軍団鹿島で、新人が開幕スタメンを飾るのはとんでもないことです。さらにプロ入り前から各年代の代表に選出されていたこともあり、調子乗り世代の一員として U20 ワールドカップにも主力として出場。 J リーグやアンダー世代での活躍が若手の起用に積極的な当時の日本代表、岡田武史監督の目に留まりました。プロ2年目の2007年に初招集されると、翌2008年には A 代表デビュー。19歳305日での代表デビューは、 J リーグ発足後では市川や小野に次いで当時4番目の若さ。その頃の右サイドバックには梶明や駒野雄一がいたものの、持ち味のスピードを生かした攻撃的なスタイルが買われて、若手ながら代表経験豊富な2人を抑えてスタメンに定着します。若くして日本代表のディフェンスラインの一角を担う人材となったのです。ところが2010年のワールドカップでは、直前の守備的戦術へのシフトの影響で駒野にスタメンを譲り、出場はならず。その悔しさをバネに、ワールドカップ後にドイツの名門シャルケに移籍すると、瞬く間にスタメンを獲得し、同シーズンには23歳という若さで日本人歴代最高となるヨーロッパチャンピオンズリーグベスト4進出という快挙を成し遂げます。日本代表としても2011年のアジアカップ制覇に貢献するなど主力としてプレー。日本ではウッチー、ドイツではウッシーの愛称で親しまれ、結果のみならず甘いマスクも相まってサポーターからも非常に愛される存在となっていました。キャリアも順風満帆と言っていい状況だった中、ワールドカップを目前に控えた2014年、右膝に大怪我を負ってしまいます。しっかり治して2018年大会を目指すことも不可能ではない年齢でしたが、前回大会の直前でスタメンから外されたこともあり、
ワールドカップへのこだわりが非常に強く、手術を拒否しての強行出場。ここでの無理がたたってか、以降のキャリアでも何度も怪我に悩まされ続けることになります。膝の痛みも限界まで来ており、最終的に32歳の若さで引退することになってしまいました。無理して出場したワールドカップでは一勝も挙げられず、引退後の今でも膝がうまく曲げられなくなってしまいましたが、本人は自分の決断を後悔していないと語っています。もっと長くプレーが見たかった選手でもありますが、自分を曲げないメンタルを持っていたからこそ、若くから代表クラスの活躍ができたのかもしれません。清水エスパルスの市川や東京ヴェルディで J1 最年少得点を記録した森本貴之、近年ではガンバ大阪時代の堂安律など、今では高校生 J リーガーも決して珍しくはありません。彼らは皆各クラブの下部組織で手塩にかけて育てられ、クラブの育成組織の傑作としてトップチームで試合に出場しています。そんな中、 J リーグクラブのアカデミーではないにもかかわらず、クラブからの熱烈オファーで契約を結んだ高校生 J リーガーが存在します。若手の発掘に定評のあるセレッソ大阪に見つけられた逸材、それが香川真司です。プロ2年目の2007年には18歳ながら飛び級で U20 ワールドカップに招集されると、翌2008年には平成生まれの選手として初めて A 代表デビューを果たし、出場わずか4試合で初ゴールを決めます。19歳68日での出場は歴代8位、19歳206日での得点は歴代3位の若さ。この時の代表監督は案の定というか、岡ちゃん、本当に若手選手大好きすぎですね。同年飛び級で北京五輪に出場し、その後の2010年ワールドカップメンバーからは惜しくも落選したものの、予備登録メンバーとして選ばれ本戦メンバーに帯同。練習ではワールドカップメンバーを相手にその実力を見せつけました。ワールドカップメンバーの一人であった今野康幸は、香川真司が一番うまかった、俺らをチンチンにしてたと語り、負傷気味だった自分と入れ替えが起きないか不安で必死に問題ないことをアピールしたのだとか。大会終了後、ドイツの名門ボルシア・ドルトムントに移籍すると、若干21歳ながらすぐにチームの主力に抜擢され、チームの優勝に貢献。日本代表としても2011年アジアカップ優勝に貢献し、代表でもクラブでも欠かせない選手となっていきます。翌年には世界有数の名門マンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、そのキャリアは順風満帆と思われました。しかしさらにその翌年、香川の獲得を熱望したユナイテッドのアレックス・ファーガソン監督が高齢のため勇退すると、チームの戦術が大きく変わり、香川の出番は激減。代表では主力として奮闘を続けるも、2014年ワールドカップでグループステージ敗退、2015年アジアカップではベスト8止まりと結果がついてきませんでした。その後監督が鼻くそホジッチになってからは主力からも外されてしまいますが、監督の解任によって2018年ワールドカップには滑り込みでメンバー入り、日本のベスト16入りに貢献して、以降は長らく代表からは離れています。国際大会での成績だけに注目すると華々しいキャリアとは言えないかもしれませんが、当時本田圭佑や岡崎慎司ら2列目の選手とともに見せたプレーの数々は、記録以上に記憶に焼き付いている人々も多いことでしょう。早くから世界に旅立った若武者は、今年から古巣のセレッソ大阪に復帰し、衰えたとはいえさすがのプレーの数々でチームの勝利に貢献しています。近年は香川以外にもキングコング長友や半端ない大迫など、若い頃から代表で活躍して世界に旅立ったベテランたちが J リーグに復帰して猛威を振るっています。若手選手に経験が還元されますし、長らくその選手を応援してきたサポーターにとってもこの流れは嬉しいことですね。15歳5ヶ月1日の J リーグ最年少出場記録、15歳11ヶ月28日の J リーグ最年少得点記録を保持しているのが、現日本代表期待の星、久保建英です。幼い頃からバルセロナの下部組織でプレーし、そのポテンシャルの高さを評価され、アンダー世代の代表に常に飛び級で招集されてきた逸材です。2019年、当時所属していた FC 東京で10代ながらバリバリ主力として活躍しまくっていた実績を買われ、日本代表に初選出。18歳5日での出場は市川に次ぐ歴代2番目の記録となり、21世紀生まれの選手としては初めて日本代表のピッチに立ちました。その初出場からわずか1週間後、世界でもナンバーワンクラブの一つに数えられる超名門レアルマドリーへの移籍を発表。そこから現在に至るまでの活躍ぶりは説明するまでもないでしょう。初出場から4年経ったものの、その年齢はまだまだ若干22歳。昨年はワールドカップの舞台も経験していますが、日本代表として彼より若くしてワールドカップのピッチに立ったのは小野伸二と中田英寿だけです。もう名前のラインナップがやばすぎですね。
これだけ様々な最年少記録を塗り替えてきた久保が唯一達成できなかったのが日本代表最年少得点。若くからその才能を期待された久保には、1977年に金田信俊が記録した19歳119日という大記録の更新が期待されていましたが、意外なことに初招集から初ゴールまでに約3年の歳月を費やしており、40年以上破られていないこの記録に終止符を打つことはできませんでした。とはいえ、彼の能力に疑いの余地はなく、年齢的に今後の伸びしろもまだまだあります。今後日本代表の主力としてどんな景色を見せてくれるのか、非常に楽しみな選手ですね。ちなみにそんな久保は幼い頃から逸材としてメディアでも取り上げられてきていたことから、サッカーファンには久保くんの愛称で親しまれていました。 FC 東京在籍時にはまだ学生で幼さを残しており、好きな食べ物にイチゴをあげていた久保でしたが、スペインに移籍を果たした後の日本代表のプロフィール欄には好物ハモンセラーノの文字、イチゴが好きだったあの可愛い久保くんの好物がかっこいい横文字の生ハムになってしまった。もうこれだけで成長の速さがわかる。もはや久保くんじゃない久保くんさんと、親戚の子供の成長を見守るような反応の数々が見られました。幼い頃から見てきた選手が期待にたがわず活躍する姿が見られるのも感慨深いですね。今回は若くから代表で活躍してきた選手の数々を紹介しました。才能を期待されながら埋もれていく選手たちが多い中、今回紹介した選手のように一発屋で終わらずに代表の主力に定着してきた選手は本当にすごいですね。皆さんは代表で活躍した若手選手といえば誰が思い浮かびますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。